都会で、あるいは1916年の東京、芥川龍之介。一、風になびいたマッチの炎ほど、不気味にも美しい青色はない。二、いかに都会を愛するか、過去の多い女を愛するように。三、雪の降った公園の枯れ芝は、 何よりも砂糖漬けにそっくりである。四、僕に中世紀を思い出させるのは、いかめしい赤レンガの監獄である。もし監守さえいなければ、馬に乗ったジアンダークの飛び出すのにあっても、驚かないかもしれない。五、ある女給の言葉。嫌だわ、今夜は内北なんですもの。中、内北はナイフだの。 フォークだのを洗う番に当たることである。六、並木に多いのは鈴掛けである。土地も東海でも極めて少ない。しかしもちろん、派出所の巡査は、この木の古典的趣味を知らずにいる。七、霊場に近い芸者が一人、僕の五六歩前に立ち止まると、いきなり挙子の霊をした。僕はちょっと狼狽した。が、 後ろを振り返ったら、同じ年頃の芸者が一人、やはりちゃんと挙手の礼をしていた。八、最も僕を憂鬱にするもの、カーキ色に塗った煙突、電車の通らない線路のサビ、屋上庭園に飼われている猿。九、僕は午前一時頃、ある町裏を通りかかった。すると、泥だらけの土工が二人、 ガスか何かの工事をしていた。狭い道は泥の山だった。のみならず、そのまた泥の山の上にはカンテラの火が一つなびいていた。僕はこのカンテラのためにそこを通ることも困難だった。すると若い土工が一人、穴の中から半身を表したままカンテラを脇へのけてくれた。僕は小声にありがとうと言った。 が、何か僕自身を哀れみたい気持ちもないわけではなかった。十、夜半の隅田川は何度見ても詩人 SM の言葉を超えることはできない。羊羹のように流れている。十一、バツバツさん遊びましょうという子供の声。あれは音の工程を示せば、バツバツさん。 遊びましょう。である。あの音はいつまで残っているかしら。十二。家事はどこか祭礼に似ている。十三。東京の冬は何よりも付け名の茎の色に現れている。ことに、バのまの町々では。十四。何か物を考えるのに良いのはカフェの一番隅のテーブル。 それから孤独を感じるのに良いのは人通りの多い往来の真ん中。最後に静かさを味わうのに良いのは開幕中の劇場の廊下。